皆様こんにちは、刑事チャンネルですということで、お盆ですね。お盆ですよということで、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。まあお墓参りに行ったりね、おじいちゃんおばあちゃんの家に行ったりね、親戚一同で集まってね、まあ久しぶりに会ういとこはとこめいっ子さんとかと会ったりしてね、まあ楽しくね遊んだりゲームしたりね、してると思います。まあ、ゲームするよねということで、今日はですね、ここ1週間ぐらいであったですね、まあゲームのねいろんな面白い話題とかを、まあ、まとめてみましたというところです。まあ皆さんも気になるねゲームの新作の話とかね、まあいろいろあると思いますから、ここでね、ぜひまとめていってくださいね。おじいちゃんおばあちゃんにお小遣いもらったら慌てて使わないで。俺本当にいいなと思うゲーム買った方がいいよ。僕がちっちゃい頃なんかね、もうお小遣いもらったらもうすぐにねおもちゃ屋さん行って、なんだかよくわからないゲーム買ってはクソゲーとかって言ってたっていう記憶がねあるんですよね。まあ最近はねクソゲーってあんまりないからね、まあ、そういうこともないとは思うんだけれども、お小遣いは計画的に使いましょう。ではまずこちらのニュースからですね、10月26日に発売が予定されておりますロックスターゲームズの新作レッド・デッド・リデンプション2なんですけれども、ゲームプレイ映像を初公開、とうとう公開されました。ゲームプレイ映像、今までなんかねトレーラーみたいな映像はねすごいたくさんではないけれどもあったんですけれども、やっとゲームプレイの映像が、まあ、見れましたよね。いや僕もねそれ夜中に一人で見てたんですけど、もう大興奮ですよ。もう神ゲー以外の何者でもないと僕はもうすでに思っております。まあ、こんなこと言っちゃうとね、またすぐ神ゲーって騒ぐんだからあのおっさんはって思われてしまうかもしれないんですけれども、レッド・デッド・リデンプションはね多分正当進化するだけでね相当神ゲーになりうる逸材だと思うんですよね。で見るからに、正当進化、グラフィックはもう凄まじすぎるし、できることの自由度っていうのもおそらく半端ないんじゃないかなと思います。まあ、レッド・デッド・リデンプションがどんなゲームなのかっていうものに関しては以前にねこういう動画作ってますので、よかったらご覧になっていただければと思うんですが、やっぱりゲームをプレイして、そのゲームの世界が自分のね行動に反応していくっていうのってすごく魅力があると思うんですよね。最近だとオープンワールドのゲームで、まあ、クエストの量がめちゃくちゃ多くてミニゲームもめっちゃ多くて自由度が高いゲームっていうのはたくさんあったと思うんですけれども、ゲーム内のいろんな人物と関係性を築き上げていくゲームっていうのはそんなになかったと思うんですよ。悪いことばっかりしてたらいろんな人が自分を怖がり出すんですよ。いいことばっかりしてたら周りの人たちから親しまれていくんですよ。これってねすごい気持ちよかったりするんですよね。もう楽しみで仕方がありません。ということで、まあ、私レッド・デッド・リデンプション2がちょっと早口言葉みたいなタイトルなんですけどね、あまりにも楽しみすぎてですね、とうとう PS4 Pro を購入します。で購入しようかなと思ってた矢先飛び込んできたニュースがこちら。歴代プレイステーション世界売上累計実績が5億2530万台を突破。それに記念したスケルトンデザインの PS4 Pro が5万台限定で発売決定ということです。この濃紺のボディがスケルトンなんですよ。しかもシリアルナンバー付きで5万台限定。これ欲しいと思ってポチりました。ポチっちゃいました。ちょうど Amazon で予約開始した瞬間に俺このニュース見てて、昼飯食べてたんですよ。確かね昼の12時ぐらいだったんですよ。これ欲しい、これ買おうって思った瞬間に Amazon 見たら普通に予約できて、買えるんだ5万台限定なのになんて思ったんですけれども、すごいラッキーでしたね。この動画が出てる頃には買えるのか買えないのかちょっとわからないんですけれどもね、まあ、何はともあれね8月の24日が楽しみですということです。皆さんもぜひですね気になる方いたらチェックしてみてください。もう遅いかニュースは鮮度が命だよね。まあこういうのが発売されるよっていうことです。予約開始といえばバイオハザード2のリメイクも予約がですね Amazon で開始しましたね。バイオハザード2のリメイクには表現が過激な Z バージョンと表現がマイルドな通常版が一応用意されておりますね。いやみんなどっち買います？どっち買うんですかね。タフな人は Z バージョン買うんだろうけど、いや僕はね結構ねグロテスク表現が苦手なので通常版を買いそうなんですよね。ただ先週お話ししたんですけれども、ゲームプレイの映像でゾンビをショットガンで撃つ映像とかね、多分 YouTube 探していただければあると思うんですけれども、いや結構グロテスクな映像が出てるんですよ。あれが Z バージョンなのか通常版なのかどっちなんだっていう話なんですよね。もし通常版でもショットガンであんな肉ベローンってなるんなら俺プレイできねえぞマジで。まあ、そんな怖さあふれるバイオハザード2リメイク楽しみなんですけれども、暑さも吹き飛ぶ、本気で眠れなくなったホラーゲームランキングというのがですね、ありまして、その1位に選ばれたのがバイオハザードシリーズ。やはり怖いですね。2位がサイレントヒル、3位がサイレン、4位がアウトラストで、5位が日暮らしの泣く頃にシリーズだそうです。このランキングから見るに、おそらく最強のホラーゲームを作ろうとしたら、アウト・オブ・バイオ・サイレントが泣く頃にとかいうゲームを作れば、おそらく最も怖いゲームができるんじゃないかなって一人で勝手に想像してみました。さあ、続いてのニュースです。e スポーツに関するアンケートがですね、行われたみたいでして、マイボイスコムは、インターネット調査で約1万人に、e スポーツについてのアンケートを取ったようです。 e スポーツについてどのようなものか知ってると答えたのは 18.5%、 56.2% の半数以上が知らないと回答したそうです。 25.4% の人は名前を聞いたことはあるけれどもどんなものかは知らないということなので、インターネットを利用している人でもほとんどの方が e スポーツのことを知らないと。でさらに e スポーツに関して興味があると答えた人は 6% で 81%、まあ、ほとんどの回答者が興味がないという回答をしたということです。まあ、e スポーツっていう、ね、言葉がですね、まあ、いろんなところで目にするようになったのは、まあ、本当にここ最近のことですから、それこそテレビや新聞ニュースなどメディアでも取り上げられるようになり始めてきていますから、まあ、まだまだこれから数字がどんどん上がっていくことなんでしょうとは思っております。そんな e スポーツなんですが、先日アメリカラスベガスで開催されたエボリューションチャンピオンシップシリーズ、通称エボ、世界最大級の e スポーツの大会で、ストリートファイター5部門にてイギリスのプロブレム X 選手が優勝したということです。決勝戦は日本を代表するプロゲーマー時戸選手と戦いまして、時戸さんね、去年のね王者だったんですけれども、今回は惜しくも準優勝という形になりました。いやでもすごい戦いでしたよね。白熱しました。手に汗握るとはまさにこういうことなんだなと思います。僕はストリートファイター5はやったことないんですけど、プロの戦いっていうのはやっぱりそれでも見ててハラハラしたりするもんですよね。この楽しさがね、よりたくさんの人に伝わればいいななんて僕は思っておりますけれどもね。そんな世界を代表するプロゲーマー時戸さんが8月12日、おそらくこの動画の日付なんで本日、情熱大陸へ時戸さんの特集があるので、皆さん情熱大陸見ましょう。時戸さんを見ましょう。僕はこの日ちょっと出かけてるので、D ガで予約したやつを次の日に見ますということで、すいません。さあ、続きましてのニュースです。任天堂スイッチソフト不足の懸念という、まあ、こんな感じの見出しのニュースがありまして、発売2年目を迎えた Nintendo Switch なんですけれども、2018年度は2000万台の発売を目指すということだそうなんです。ただやはりソフト不足が懸念されているということと、スイッチ向けの部品を製造しているメーカーは2000万台を目標にしている割には、生産の計画が2000万台を下回る計画になっているぞというようなことを言っていたというニュースがですね、まあ、出ておりましたね。でさらに別のゲームソフトメーカーは、スイッチが本当に売れるゲーム機かどうかもう少し見極めたいという慎重な見方を示しているというような記事が出ていました。いやいや、どうなんでしょうかね。皆さん、任天堂スイッチってそんなにソフトないかな。少なくとも先週の売上ランキング、まあ日本国内だけの話ですけどね、まあ、これだけ、まあ、任天堂スイッチのソフトがあって、で、まあ、年末には、まあ、ポケモンやらスマブラやらが、まあ、出てくるということで、まあ、不足感はあんまりないかなと思うんですよ。まあ、確かにですね、サードパーティーのソフトは少ないなというところはあるんですけれども、全体数で見たときに、まあ、そんなに少なくはないかななんていう気はしております。どこのソフトメーカーなのかはちょっとわからないんですけれども、スイッチが本当に売れるゲーム機かどうか、まだ少し見極めたいって、まだ見極めてないんだったらもう遅いでしょ。もう乗り遅れですよね。まあ、よりたくさんのメーカーにですね、面白いソフトをね、供給してほしいな、なんていう風に、心から願っております。さあ、続きましてのニュースです。ファイナルファンタジー15、世界売上本数が770万本を突破していたということです。これはファイナルファンタジーポータルサイトの方のニュースに書かれていたことでございまして、じわりじわりと売上本数が伸びてきております。Windows エディションやロイヤルエディションだとか、まあ、オンラインの拡張パックなんかがね、配信されて、ますます売り上げがね、これから伸びていってくれればというところではあります。さらにですね、まあ、ファイナルファンタジー15の公式ホームページを見ると、2019年初頭に新たな DLC を配信決定としておりますので、まあ、これおそらくアーデンなんでしょうかね。楽しみなものですよね、と。まあ、本当にね、ずっとね、開発を続けてくれていますよね。まあ、ぶっちゃけ僕もうやってないんですけどね。PS ストアのサマーセールでも結構安くなってたり、まあ今 FF15 ならどこ行って買っても安いでしょ、結構ね。低価格で楽しめるっていう意味では、お得だと思いますから、気になってる方なんかはね、ぜひね、プレイしてみてもいいんじゃないかと僕は思います。今だったらコンテンツが盛りだくさんだぜ。続きましてのニュースです。先週にもお伝えしたと思うんですけど、グラブルとラブライブがコラボすることによって、ラブライバーが男キャラと会話をさせるなとブチギレていたというニュースがあったと思うんですが、そういう声を受けてなのか、あるいはもともとこういう配慮をしようとしていたのかどうかは不明ですけれども、なんとグラブルの主人公ですね、性別を変えるという措置が取られておりますね。主人公の性別を女性に変更してコラボイベントをお楽しみいただくことを推奨しますと、性別を変えることを推奨してますよ、運営が。こうなることを見越してもともと用意していたんでしょうかね。どちらにしてもですね、すごいなと思います。何がすごいかって、あんまりユーザーの無茶な意見に耳を貸すとですね、うまくいかないと思うんですよね、こういうのって。運営している会社が一体どういうサービスを心がけたいのかというところを重視して、サービスをですね、続けていってほしいななんて勝手に思っております。続きましてのニュースです。ゴッド・オブ・をプレイステーション史上最速の売り上げを叩き出すということで、海外の市場調査会社 PDN グループによると、ゴッド・オブ・ウォーはプレイステーションの歴史において最も最速の売り上げを叩き出していたということだそうです。伊達に1ヶ月で500万本売ってないですよねっていう話なんですけど、これまでの記録は PS3 のラスト・オブ・アスが最も早く大きな売り上げを叩き出していたらしいんですけど、それを塗り替えたということだそうです。現在までで一体何万本売れてるのかっていうのはちょっとわかんないんですけども、5月末の時点で500万本だったということですから、こりゃすごいですよねということです。この記事を読んだらなんかもう一度アトレウスやミーミルたちに会いに行きたくなってきている俺がいるんですけれどもね。はい、そんなわけで1週間のニュースだざっとちょっとね、まとめてみました。いろんなね、ニュースがある中で、とりあえず皆さん今日は本当に情熱大陸、見ましょうね。見て、e スポーツの理解を深めて、面白いなと、ゲームは面白いなということをですね、みんなでですね、楽しく仲良く提唱していけばですね、きっと e スポーツに興味あるっていう人はどんどん増えていくんじゃないかななんていうふうに思っております。ということで、皆さん残りのお盆休み、ゆっくり過ごしてください。じゃあご視聴ありがとうございました。じゃあねー。